パスワードを入れます。この時、例えば間違えて、パスワードを入れると、横に首を振るんですね。首を振るってか、ダメダメって言うんですよね。非常に、あれですね。ピッチャーとか気持ちいいですね。これ、サファリだとこういうふうにスムーズにいきます。で、例えば、クロームだと、こう、ガタンガタンっていくんですね。スムーズにいかないんですね。これ、これピッチャーとの機能が、もう一つ、連携が悪いんですね。あと、これ今、電気、充電しながら、アダプターにつなげて使ってるんですけど、これ、もしこれ、ケーブルをですね、こう引っ張っても、ここにパンと抜けて、パソコンを引っ張って落とすようなことはないんですね。これ優れものですね。形が良くて、あとここに充電の状態、オレンジが今充電中で、完全充電するとグリーンになるんですね。こういうところは優れてますね。やはり3本指でこうやると、こういうふうに。全体が出てくるんですよ、こうなると。ヒュッヒュッと。この辺も感じいいですね、使う。普通、電気の時、システムを使用する蓋を閉じると、自動的にこれ、スタンバイモードになります。それ、蓋を開けると、これまた使うモードになって、電気入るわけです。で、これで、パスは、非常に早く立ち上がるわけですね。こんな立ち上がるんです。非常に使い勝手がいいですね。あと、なんて言ってもやはりこう、スマートですね、全体が。後ろは何もないと。横は USB ポートと、テレビにつなぐ、HD なんとかというインターフェースのポートですね。こちらは電源と USB とヘッドホン。後ろ面もすっきりしてます。すっきりしてます。スパッと立ち上がると、こういう感じですね。あと、これ今わかんないんですけど、キーボードが光りまして、裏から照明が当たって、暗いところでも使いやすいようになってます、これで。このようにキーボードが光るんですね。これもちろん明るさ調整できるようになってまして、こういうことですね。これは画面の明るさで、あとキーボードの明るさ自体もこれで調整できるのかな。これフルで、節電モードで、これ完全オフですね。つけてると。そんなことができるようになってます。あと、もう一つのは、かな漢字変換なんですけども、私が気に入ってるのは、この辺好みもあると思うんですけども、日本語を入力するときはこれを押せば、ここに日本語が入ってくるんですね。で、これやれば半角のあれだったんですね。Windows の場合、今現在どっちかっていうのは、なんかステータスを見なくちゃ分かんないんです。これですと、こっちを押せば半角、こっちを押せば分かると明確に分かるんで、こちらの方が私は使いやすいですね。以上です。